今日は、ブリッツ報告書のスケジュール設定と配布方法についてお見せします。まず、ブリッツ報告書をスケジュールするために、ブリッツ報告書フォームから報告書を実行します。それでは、ブリッツ報告書フォームを開きます。例えば、ここにあるレリー、GR ビランスを実行します。そして、一度実行すると、ここにステータスが表示されます。 ペンディング、実行中、そして完了すると処理ファイルが表示されます。すべてのリスト報告書はバックグラウンドのコンカウントリクエストとして実行されます。スケジュールするためには一度実行することを確認します。そしてリクエストを表示するに行きます。そこからこのリクエストを実行します。リスクリクエストを実行しますあ。ここでコンカウントリクエストがリスク飛するか再実行することができます。そして実行して再実行します。ブリッジ報告書フォームから提出した後、ここから再実行する理由はパラメータが正しい位置にあるからです。 すべてのブリッツ報告書は、ブリッツリポートという名前のプログラムで実行され、最初のパラメータは報告書名、2番目はテンプレートなどです。実際の報告書パラメータはここにあります。しかし、オラクル画面では、ただパラメータ1、2、3、4、5と表示されます。この場合、定物パラメータが現象名であるとか、定波パラメータが機関名であるとはわかりません。 そのためまずブリッツ報告書フォームから実行してそれをコピーします必要に応じて定期的にスケジュールを設定でき例えば皮膚子パラメータを増加させることも可能ですそれも機能しますブリッツ報告書に死に吹きパラメータがある場合このチェックボックスを設定すると自動的に増加しますブリッツ報告書をスケジュールする理由は通常は自動的にどっかに処理を送信したいということです でこの場合、配信オプションを指定できます。メールを指定したり、FTP で特定のサビ A に送信したり、このクラウドの Web である送信メッセージを使用したりできます。最も一般的なのはメールで、そのためにユーザーが使いやすいように、オプション画面にメールを配置しました。 オプション画面は、微律報告書フォームから直接アクセスできます。この階層のエリアをクリックすると、このような小さいウィンドウが開きます。ここでメールを選択できます。エディーターでメールを入力するか、セミコロンやコンマで区切ったり、改正で区切った配信用リストを使用したり、セミのリストからメールを選択したりできます。自分のメールを選択して、 このように送信できます。それでは送信します。そしてリクエストをもう一度見てみるとわかります。リクエストの表示に移りましょう。ブリッツレポート画面でメールを入力したらその後、詳細にはメールの配信オプションが設定されていることがわかります。これがブリッツレポートゲイメールを送信する方法です。オラクルから配信オプションが自動的にここに入力され、 オラクルの標準ポストプロセスマネージャーがメールを送信します。ここには件名もあります。これはデフォルトの件名でプレスホルダーを使っています。例えば、メールの件名には返された整数が統的に表示されます。また、必要に応じて独自の件名を作成して変更することもできます。では、メールの地下をお見せします。これがその地下です。ここを見てください。これが結果です。 これは件名で、レポート名や取得されたレコード数などが表示されますし。処理ファイルはサーバーで見るものと同じです。これがメール送信方法の仕組みです。では、メールに加えて、ブリッツリポートのフォームに戻ります。画面にはもっとオプションがあります。メールを取りすぎましょう。例えば、ここには処理形式があります。 兵士を excel から csv や tsv などのテキスト区切り形式に変更することができカスタムデリミターを指定することも可能です。これらのテキスト処理形式はブリッツレポートをアウトバウンドインターフェースとして使用したい場合や、目的のシステムが excel の代わりにテキスト形式を必要とする場合に一般的に求められます。このような状況で使用できます。またカスタムポストプロセスを使うこともできます。 カスタムポストプロセスは柔軟性が高く、あなたまたは技術チームが特定の高処理を行うシェルスクリプトを作成することができます。例えばお客様の一人が完了後に処理ファイルを自動的に PDF に変換して EBS の外部にある別の w e b s a v i に置きます。その w e b s a v i にアクセスするユーザーは 続きを構図にそこから PDF をダウンロードできます。So, u r c e use code is a e n in this.So, both of us Excel から PDF に処理ファイルを変換する力があります。Yours、so、code もここで行えます。そしてこれに加えて、今 PDF のサンプルを開いています。それに加えて、もう少し下に行くと、もっと多くのオプションがあります。そしてここにある最後の3つのオプションは、ユーザーには見えません。 開発者アクセスを持つ人たちだけが見えます。このツインツのオプションを使えば、処理ファイルのコピーをデータベースの、どうやアプリケーションサーバー、ショーの追加のサーバーディレクトリーに配置することができます。で、バーツインボ m b それでは、どうやって動作するかをお見せします。例えば、追加の処理ファイルを自動的にフォルダー TMP に入れたいとしましょう。そして、 出用したパラメータに応じてフォルダ名を投的にすることもできます。これはとても便利です。なぜならレポートで使用したパラメータに応じて自動的にディレクトリーを作成できるからです。例えば別のディレクトリーを作成したいとしましょう。ディレクトリーパスに現象名を含め、そしてここには財務機関も入れましょう。そしてこう動かすと、 まずは1月で執行し、それから2月の08日でもう一度実行してみましょう。これで私は2回執行しました。だからこれでサバ章に TMP と現証名、そして期間名のフォルダーが作成されているはずです。ではそれをお見せします。ここに XSD のアプリケーションサバ用のアクセスツルールがあります。で、ここに私たちの TMP フォルダがあり、 ここには現象名、ビジョン運用のフォルダーが作成されています。そしてここに財務機関があります。これがとても便利なのは、例えば月末に複数のリクエストや微率レポートをスケジュールして、すべての必要なファイルを特定のフォルダーに自動的に配置できるからです。例えば、フォルダー名として、 財務期間名を使ったり、ブリッツレポートをリクエストセットに組み込んで、一度に全てのレポートを実行することもできます。これでいろいろなことができるのです。これがブリッツレポートによるスケジューリングの簡単な紹介でした。ご視聴ありがとうございました。